ん、あ、これだこれだ、すげえ。こっちがあの過去に紹介した英語版の太鼓で、うわすげえ。やばいやばい。We are アシュラちゃん。うわここがすごいね。一時遊戯だって。遊戯遊ぶことね。で英語版とかね、書いてないね。あっちも英語版書いてなくて、こっち書いてないね。なんとかバージョンみたいな。太鼓って書いてあるワンピース。これさ、音ちっちゃくない？すげえ。牛王とか書いてある。ゼロ前兵。やばい。読めねえ。あ、こんな感じでちょっとズームで映しますね。あの広角使うとこうやって見えないんでちゃんと。はい。うわ。あ、すげえ。なんだこれ。なんたら締める。戦う締める。違うな、なんかすっぽんみたいな字だな。なんたら焦点になってる。すごい、ナムコ幻想音楽。まあ有限からやるか、安定の。あ、でこの辺はなんか普通に日本語ですね。ほら、おお、有限のランかっこよ。上のところに有限のなんて書いてある。すげえ、魔王とか書いてあった。鬼魔王だ。レンダー普通ですね。数頭成功って書いてあった。成功するか。さてさて、音も変わるかな。すげえ。占領連弾。連弾。やば、反撃すげえ、すごいな。おー、なんて、牛、君はなんて言ってんだ。おい、牛、なんて言ってんだよ。読めねえよ。この間牛がね、英語で喋ったんですけど、今度は何の言葉だよ。で、どんなフルコンボはいつもと同じ、変わんなかった、言い方は。いや、太鼓を叩いてて思うのが、量の字がね、あの字体が違うんですよ。だから違和感がある。だから例えば、安定枠の上に仮に例えば4個の横字とかついたらなかなかの妨害になると思う。終わった終わった。じゃあ次第2動作やるか。はい、この台受けます。僕はこちら。なんと2曲目が難しい。あー、これ初めてやりますね。初挑戦。なんか難しいは全力したいけど、なんか難しそう、癖がありそう。
2、3曲目ちょっとね、人通りが多くなったかもしれない。まあ、3曲目はシンプルに自分がダメだったかな。まあ、2曲目はちょっとね、判定額見すぎたな。ちょっと後ろ狭いから、あの三脚蹴られないかなとか、すごいなんか心配になっちゃって、心配性になって。まあ、これが実力ですね。そんなフルコンボは無理だったね。どちらにせよね。あ、3曲目めっちゃむずい。もう完全に忘れてた。ということで、練習になった。